どうもどうも、中野実験室です。またまた今日も、ジャンプ部屋から懐かしのジャンプ漫画を紹介してみようと思います。今日紹介いたしますのは、2015年26号連載開始のベビーリーマンです。嘘です。今日ご紹介いたしますのは、1996年11号連載開始の北安明先生の幕張です。北安明先生ですよね。北安明先生でした。北安明先生の幕張です。どういうわけか、オールカラー13ページっていうことで、安室奈美恵さんの、写真集がついてます。ジャンプが何かを目指していた頃なんでしょうね。そして、まあ、安室奈美恵さんといえば、最近、引退されるということですので、まあ、ちょっとレアかもしれませんね。1996年当時、安室奈美恵さんは19歳だったようですね。まあ、それはさておき、幕張の第1話、久しぶりに読んでみようと思います。はい、読み終わりました。面白かったです。いやしかし今じゃもうできないネタっていうのがものすごくたくさんある感じですね。まあ同性愛ネタであるとか、ロリコンネタは別にダメってことはないでしょうけど、ちょっと今やるともうきついんだろうなっていうネタが多かったです。あと改めて読んでみますと、まあ時代的に稲中卓球部とか、まあそっちの方のまあ、傾向を意識した作品だったのかなという感じですね。1996年の時点で稲中卓球部がやっていたかどうかは分からないですけど、まあ、ジャンルといえばそっち系なのかなという感じです。まあ、北安明先生はなんだかんだ言って、今はもうジャンプは離れられてるんですが、まあ、どれくらい、本当なのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、結構その編集部暴露ネタとか、身内の漫画家暴露ネタみたいなのが、まあ、連載後期に相次いで、その後は北先生の作品を追ってないので、私の中では幕張のイメージが強いままです。まあ、今でも電子書籍になってたりするんですかね。まあ、最初から最後まで面白い漫画だったとは思います。そうですね。でもこの作風のギャグ漫画っていうのは結局現在のところジャンプには残ってないような気がしますね。時代があるのかもしれないですけど、まあ、あんまりどぎついネタを、はやらないようになってるのが20年後のジャンプなんじゃないかと思います。はい。それではまたお会いしましょう。さようなら。